3番天海一です。このローラインができまして、今度は7番車の野田が縦に振りまして1番の期待と絡んでいきますが、ここは期待がしのぎましたが、9番の岩本が少しこの展開振り遅れてしまいました。短期で期待ができました。さあ2番手以降離れて6番の末木浩二と3番天海一、今度は9番の岩本俊介自ら自力のまくりを打ちます。5番の岡村純がマークです。さあ結局は難関勢が固まるか。しかし先頭の位置は1番の期待勇気、9番の岩本俊介、5番の岡村純、3番車の天海一輝が切り替えますが、着戦は1番の期待が押し切るのか、9番の岩本俊介が迫ってゴールはこの両者の争いか。5番三谷由紀、まだ2番手から3番手の外へ粘りつく。2番車東吉友が位置を取ろうとしている。第4コーナーまでジャンが鳴っています。3番松井浩二主導権、チキンキ勢は後退した。残り1周を切る。全力でもワーク松井浩二、番手4番の北井勇気後ろを確認している。1番渡辺黒、3番手近畿勢は後方のままバックストレッチ。残り200を切って、4番北井勇気まだ2番手だ。1番渡辺黒、3番手、そして7番の青野正弘。さあ地元勢で直線勝負、4番の北井勇気が今先頭ゴールです。3番手ジャンが鳴っています。4番佐々木豪が4番手インコース外に、9番の伊藤相馬が決めました。4番手伊藤相馬が入りました。さあ残り1周を切ります。さあ前を向いてギアを上げていきます。北井勇気、番手5番の武藤達夫、3番手2番の四季雄拓也、4番手9番の伊藤相馬、その後ろは4番佐々木豪、バックでまくる9番の伊藤相馬、2番手まで迫る。これを武藤達夫引きつけてブロックしながら4コーナー待って、1番の北井勇気先頭だ。踏み直す北井勇気です。北井勇気逃げ切りました。さあ9番増木が突っ張るような感じ。あとは1番の期待が現在は5番手付近なんですが、ジャン前ここでさあ南関東勢飛び出してまいりました。1番の期待がここで飛び出していって先頭に変わる。9番の増木冷静に送り出して3番手を取りました。そして5番手に4番の姿で3番の矢印が7番手。さあ台形は縦1列、残り400を切りました。ぶっ飛ばしていきます。1番の北勇気、そして2番手5番の和田健太郎。さあ和田が2番手で車間を切っている。3番手差を詰めていて9番の増木、さあ増木が3番手からまくってまいりますが、最終バック1本棒で通過いたしました。さあ2番手ブロックを見せて5番の和田健太郎、内に進路を取って2番の神山、4コーナー回ってくる。先頭は1番の期待、期待先頭、期待先頭で五輪。打勝です。さあこの時点で2番酒井陽は後方、7番手人気の関東勢は後方です。飛ばしていくのは5番の北井勇気、思い切っていっています。残りあと1周、先行は5番の北井勇気、番手は3番の松谷秀幸、神奈川のコンビ佐川幸恵、3番手がちょっと追走は苦しいんですが、4番谷口良平と1番の南修司、後方からは2番酒井陽がまくってくるが、まだ前は遠いんでしょうか。3コーナー回ってくる。飛ばすのは神奈川勢、逃げる逃げる5番の北井勇気、3番は松谷秀幸、迫ってくる4番は谷口良平、1番下南修司、直線越し。さあ粘り込んで5番北井勇気が粘り込んで5位。ジャンで叩いて先行勝負、3番期待が主導権つかみ、9番の和田、そして6番伏見、3名抜け出して中段に入った7番谷口、三重勢が中段から先行逃げる。3番の期待逃げる期待、番手9番和田、続く6番の伏見と主導権つかみ、7番谷口4番手から幕を狙い、2番の天海、4番中川まだ後方に置かれている。先行警戒逃げる3番の期待、期待の逃げに乗ってサポートしながら9番の和田、そして6番の伏見、4番手から7番谷口が踏み込むが、車間切りながら9番和田が直線追い込め蹴る。逃げる3番の期待、期待が振り切って続いた9番和田。真ん中を迎えるバックストレッチ。さあじわっと期待勇気、期待がじわっと先行体制に入って、2番の佐藤慎太郎、山田は3番手、山田は3番手、4番酒井が6番手、3番太田が8番手、縦1列最終方向を通過します。7番北井勇気がぐんぐん飛ばして佐藤慎太郎
が3番手車間を詰める9番山田久典です。1番村上弘之、6番川村浩二で最終2コーナー、4番酒井が6番手から巻っていく、前は7番の期待、2番の佐藤、3番手三者審査、9番の山田ですが下がって詰まらないか、直線コース期待勇気、番手から佐藤慎太郎の追い込みですが期待勇気が記念初制覇、期待勇気記念初制覇、堂々とジャンセンコー逃げ切り。